ペレット総務専門店渋川市ペレットマングマです。昨日の雨もですね、いいお湿りだったんではないかなというふうに思います。今日渋川地方15度から16度の予報ということで、ちょっとですね、暖かくな感じがいたします。とはいうもののまだ3月の前半戦でですね、暖かかったり寒かったり一進一退の日が続くと思いますので、体調管理がですね、非常に難しいかと思いますけども、春に向けてですね、気をつけていきたいと思います。そしてまた今日はですね、ペレットストーブメンテナンスの予定でしたけども、お客様の都合でですね、来週月曜日の午後に変更になったということですので、他の現状とですね、プランニングをさせていただこうというふうに思います。それとまた電気を使わない無電ペレットストーブへのお問い合わせも多くいただいておりますので、そちらの方のですね、対応もさせていただければというふうに思います。ペレットストーブのこと、メンテナンスのこと、新設置のこと、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたら、ペレットマン群馬ショールームまでお問い合わせください。